受領とは、国史4等間のうち、現地に赴任して、行政責任を、負う筆頭者を、平安時代以後に呼んだ故障。実際に現地に赴任する国司が前任者から、文書や事務の引き継ぎを受けることを、受領と言い、それが、職名になったと称した。蝶は守る及びゴンモリで、おおよそ4位、5位止まりの下級貴族である、初代部がこの人に当てられた。 ただし、新能人国の上野国、日立国、上佐国の三カ国は、神たる新能が現地赴任しないため、次官の助及び剣助が受領である。次席である助、三席の上、四席の目は任用と称す。なお、任官されながら、実際に人国に赴むかず、官職に伴う給付だけ受ける国士を容認という。 8世紀末9世紀中期頃になると、徴用の未信や品質の悪化、民衆の疲弊などが問題視され、従来の地方における律令制に動揺が生じるようになった。そのため、儒教的な見識を持った官僚が国主として派遣され、地方政治の立て直しに努めた。これを料理と称した。六国史には多くの料理の知石が記されている、反面、強引な改革が、 他の国がの職員や軍事などの現地の有力者などとの対立を招いて失敗する事例もあり、さらに成功した事例でも現実の事態に対処するために律令の規定を無視したり反対者からの襲撃を避けるために指摘武力として事故の従者を現地に連れ込んだりするケースもあった。9世紀中期10世紀頃になると従来の律令制による統治に限界が出始め、中央政府は 租税収入を確保するため、社会の実情に即した国政改革を進めた。その改革は、地方間へ租税収集や軍事などの権限を大幅に移譲するというもので、国司は中央へ確実に租税を上納する代わりに、自由かつ強力に国内を支配する権利を得たのである。国司は国内の国賀領を名田へ再編成し、当時台頭していた。 不合奏へ、長野経営と、租税徴収を受け負わせることで、租税を確実に収集するようになっていった。この租税収集システムが、軌道に乗ると、国司は現地へ赴任する必要がなくなり、特に上位間である守るの多くは、容認するようになった。すると、現地赴任する国司の筆頭者に、様々な責任や、それに伴う権限が集中するようになり、 事実上の国画行政の最高責任者となった。当時、国史交代の際に公認の国史が適正な事務引き継ぎを受けたことを証明する下油状という文書を前任の国史へ発給する定めとなっており、実際に現地で下油状を受領する国史を受領というようになった。これが受領という故障の起源である。官票から演技にかけて、 国史制度の改革を示す大乗官府が次々と出されている。これによって幼鳥の徴収と中央への送付及び官物の管理、行政の監査の一切は受領国史の責任とされ、任用国史が共同責任を負うことはなくなった。その一方で、これまで国史四等間の筆頭以上の意味を持たなかった受領国史に、 人国内統治の責任者としての権限が付与されることになった。受領が強大な権限を得た一方で、補佐官である人形たちは権限を奪われ、受領の指摘従者のように指摘されるようになる。こうした状況に不満を募らせた人形の中には、現地の有力者である不合層と結んで受領を襲撃する者も現れた。 9世紀末から10世紀初頭にかけて、紛争の火種となる人用たちの現地赴任は行われなくなり、受領のみが人国に赴任し、刑から伴った私的な側近を木大に任命し、また、現地の有力不合層を財長官人に任命して、国家の実務に当たるようになった。受領は強大な権限を得たため、莫大な蓄財を行うことも可能であった。事実、 受領になると巨額の富を得ることができたため国史に任命されるために人事権に強い影響を及ぼし得る石関化へ取り入る者が後を絶たなかったと言われている。また、蓄財によって人国へ根を下ろした受領の中にはそのまま人気後も人国へ到着した者も,も多かった。また10世紀頃から国内の光電を名題再編成し、た後に名だけへと 租税納入を受け合わせる不明体制へと移行していたが、各地域の実情に合わせて、各なだごとに異なる税率、税目などが設定されることがあり、これは、先例として、各国史と他と不明の間で固定しつつあった。しかしこの先例は、国史他と不明の間の個人的な役場であるとも言えたため、新たに赴任した事業が前任者の先例を無視して、規定通りの租税を、 他と不明らに付加することもあった。もっとも、中には、私翼のために規定以上の租税付加を行う受領も、いたが、こうして10世紀後期以降、受領と、他と不明僧との間に紛争が、しばしば起きるようになり、受領の施策に、不満の他と不明僧が、中央政府へ訴え出ることもあった。これを国史化成上訴といい、終わり国史、藤原元長の事例などが有名である。 このような事例を、受領僧の火星の現れと評価する意見もあるが、個別の事例を見ると受領が法令通りに課税した例が圧倒的に多く、むしろ受領の方が順法的であり、多都府妙僧が刺激を主張していることがわかっている。多都府妙僧とは、決して冷災な農民などではなく、霊俗民を多数抱え、莫大な富を蓄積して農業など諸産業を大規模に経営し、 多数の私兵すら用していた不合白症だったのである。また、受領の権限強化によって、それまで護衛など国士の政務とは無関係な役割を果たす存在であった指定や従者が受領を補佐するスタッフとして現地に赴き、中には下級国士の職務や木材などの地位を得る者もいた。彼らは受領労働と呼ばれている。当初は伊予で海賊の鎮圧に当たっていた。 藤原住友もこうした受領労働の一人であったと見られ、平正盛のようにその武力を買われて何人もの受領の労働を渡り歩く例もあった。彼らは現地の在庁官人や軍事と共に受領の国内統治を助ける存在であったが、中には現地の人々と対立を起こして国士化政上訴における避難の対象になる事例もあった。受領が徴収した租税は一度に、 中央の財政監視に納付されるわけではなく、あらかじめ監視や自社などに納めることが決定されているもの以外は、一旦京都にあった人国や、受領個人の稽古に保管され、切り下げ分などの形で命令を受ける形で納付を行った。租税の徴収のみならず一部例外を除いた納付までの保管も受領に一任されていたため、その間に受領が保管した租税を私的に運用して、 収益を上げていたとしても命令に基づく納付が行われている限りにおいてはほとんど問題視されることはなかった。王朝国家の財政制度では中央への租税と受領の資材を明確に春別する仕組みが物理的にも帳簿的にも成立しなかったため、朝廷は受領が租税を私物のように扱っていたとしても罰することができず、かえって彼らが上げる収益の一部を利用していく。 方法を取るようになる。例えば、石関期から陰性期にかけて増加していく受領による内臓と賢人もそのための方策の一つであった。説話集も受領の実装を描いており、根弱物語集の品の守る藤原信忠の説話や宇治周囲物語の藤原敏人の説話などの例が挙げられる。11世紀に入ると石関家の意向に左右される形で、 石管家の家しが認じられるようになり、同世紀の末に陰性が開始されて、石管家の政治力が衰えると変わって陰子が認じられるようになる。家しや陰子は在任中の知的内容に関わりなく、石管や陰の死によって任命され、国士課生上訴や受領効果定によって問題が明らかになっても成功などの方針によって除与を受けたり再任されたりした。 こうした状況になると、消しや、飲酒の指定が10代もしくはそれ以下の年齢で受領に、認じられる、少年受領が出現する一方、在任中に最も優秀な知識を収めたと、評価された受領ですら消し、飲酒などの謹慎としての地位がなければ、次の受領に認ぜられるまで20年あるいはそれ以上、かかるようになっていった。12世紀に入ると、飲や、 苦業などの地業国政の展開によって、受領層は没落していったとの見方もあるが、後世のウリンケアメーカーは11世紀の受領層の末裔であったものが多く、むしろ一部の受領層の地位が上昇して、以前の中華級貴族から苦業の仲間入りを果たして地業国を受けるようになったという見方もある。安倍武氏、平安貴族社会同棲者、2009年、 p 百二十九から百三十森正明、料理の光と影、在町官民と武士の形成 i s b n 九百七十八から四から六四二ゼロ四六ゼロ八四中込み律子、平安時代の税財政構造と受領、あぜくら処方、二千十三年、p 三十七から八十六例えば、三まさかすけが不正に公文を作成するなどの不法行為に対して、 守るは中央に訴えて、その処分を仰ぐしかなかった。また、任用国士が受領国士の命令に逆らって、国家の役人や軍事を勝手に処罰することを禁じる、大乗官布が出されるなど、任用国士は受領国士と任国の統治に対する共同責任を負う代わりに、強力な権限を有していた。佐々木宗を、 日本古代国政史論 ISBN978 から4から642024822第1章、律令国家体制の転換、第2章、日本古代国家の地方統制、森正明、国務運営の諸葬と受領労働の成立、財調官員と武士の形成 ISBN978 から4から642046084、中込み律子、 平安時代の税財政構造と受領、安ぜくら処方、2013年、P184 から207、寺内博士、受領制の研究花輪処方、2004年、P137 から140.252から261.278から280、上島通る、国士制度の変質と、地療国政の展開、日本中世社会の形成と、 冒険 ISBN978 から4から815806354ありがとうございます。